皆さんこんにちは、Bレジェンドのダンです。今回はポッコリ肩を解消していくストレッチ筋膜リリースを紹介していきます。今回ですね、このポールを使っていきます。このポールを使ってやっていくんですけども、で今回まず説明をさせていただくので、説明が終わったらまた BGM とともに一緒に頑張っていきましょう。まずはですね、肩甲骨周りね、僧帽筋という筋肉が首、肩、そして背中につながっているんですけども、こういった筋肉をほぐすだけでも、まずここのポッコリ肩っていうのは改善に近づきます。ということで、やっていくのは肩甲骨回し。結構ね、座りながらこうやってグーッと回すのはあると思うんですけど、実際背中にポールが当たった状態でやるとまた全然違う刺激になるんですね。ちょっとでこのままって、でこの状態で万歳します。こっからぐーっと肘を引く、ぐーっと肘を引く、しっかりとぐーっとポールを背中に当てた状態でぐーっと、このをね、肩甲骨で挟むようなイメージで動かしてあげるとかなり効きます。これをグーってやってあげるだけでも全然変わります。これがまず1種目目です。そして2つ目の種目は、今の姿勢でカスカスダンスをしていきます。手を上げてもらって、肘を後ろに引く、胸を張る、しっかりカス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 、もうこれだけで全然ほぐれていきます。で背中に力を入れちゃうと効果が薄れちゃうんで、力を抜いた状態で肘を引いていく。でしっかり胸を張って、呼吸を止めないように意識していきます。ぐーっと前後していきましょう。これが2種目目です。そしてラスト種目が、意外とアプローチされない背中の筋肉、肩甲骨の中間あたりの筋肉ほぐしです。万歳して上下ゴロゴロ、上下ゴロゴロ、結構ねここが固まってしまって胸が張れない人っていっぱいいるんですよ。ここをしっかりとほぐしてあげます。胸が張れないとむくみ取るも何も、肩がね前に巻いた状態のままになっちゃうんで、まずはむくみを取るイコール姿勢改善をするようなイメージでやってもらうといいです。ぐーっとゴロゴロして、肩甲骨の中間あたりでゴロゴロする、結構ねコリコリするものがあると思うんで、そこしっかりと狙って動かしていきます。はい、今回はこの3種目を30秒2セットずつ行っていきます。1周回ったらまた1周回していくような形でお送りしていきますので、落ち着く BGM とともに一緒に頑張っていきましょう。次のストレッチに移ります。次のストレッチに移ります。
次のストレッチに移ります。次のストレッチに移ります。次のストレッチに移ります。皆さん、お疲れ様でした。この種目をね、やってるだけでもね、体すごい軽くなると思います。肩周りなんか軽いなーっていう感覚があると思うんですけども、しっかりとこれを毎日やるだけで改善に近づくことができるので、ぜひチャレンジしてみてください。